熊の家に遊びに行く日。早く行って遊ばないと。お？びっくりした。これなんだろう。うん、あれ？リンゴちゃん。リンゴがどうしてこんなところに落ちているの？このリンゴをなくした人、誰もいませんか？誰もいないみたいだね。ちょうどお腹が空いたのによかった。いただきまーす。爽やかで新鮮。食べ終わったからまた熊の家に行ってみよっか。楽しい散歩。え、あれはなんだろう。今度はさつまいもが落ちている。このさつまいもをなくした人、誰もいませんか？今度もないようだね。このさつまいもも私が食べないとね。いただきまーす。あん、柔らかくて甘い。え？うわ、一体これはどういうこと？美味しい食べ物があっちこっちに落ちている。これも持って、これも、これも、じゃあ、最後にこれも。こんなにたくさん集めたからクマと一緒に食べないと。あれ、あれは食べ物がいっぱい積んであるじゃん。わあ、ここは食べ物の天国かな。え、あれは私が一番好きなピザじゃん。大好きなピーちゃん、いただきまーす。あーん、ピーちゃん、おいしいピーちゃん。私のピーちゃん、まいよ。ピーちゃん、あんわ！うわぁ、なんだよ！一体、誰かが僕の腕を噛んだ。え、何があったの？え？あ、ごめんね、コマちゃん。私、夢で美味しいものを食べたの。私も知らないうちに噛んだみたい。一体何を食べてこんなに強く噛んだの？え、それがね、私が一番好きなピザだったの。それに他の食べ物もいっぱいあったよ。はぁ、全部食べたいな。そうなの？じゃあ今日食べたいもの全部食べてみよう。僕が全部おごるよ。え、本当にそうしてもいいの？もちろんだよ。こんにちは。ご注文のお寿司セットです。
ありがとうございます。こんにちは、注文したキンパプセットです。わあ、配達ありがとうございます。こんにちは、こちら注文したパンとアイスクリームと、そしてピザとハンバーガーです。配達がすごく早い。本当に美味しそう。さあ、これくらいならお腹いっぱいに食べられるよね。うん、本当にありがとう、くまちゃん。まず、このエビ寿司から食べてみようか。その次は、このマグロ寿司。じゃあ僕は、この甘いシュークリームパンを食べる。中にクリームもたっぷり、すっごく甘い。今回は冷たいアイスクリーム。涼しくて甘い。じゃあ今回はこのキンパ。その次は美味しいハンバーガー。最後にピッチャー。はあ、本当にお腹いっぱい。美味しいものたくさんおごってくれてありがとう。へへ、どういたしまして。次からは僕の腕を噛んだらダメだよ。ごめんね、こまちゃん。